ポンちゃん、ギターケースを抱いて寝てんの。さあ、これからフォークソング同好会に出かけなくちゃいけませんのでね。ちょっとそこをどいていただけますか。明日のコンサートの練習をしてきます。じゃあね。こんにちは。すいません。ですね。明日、平塚の方で、ちょっとコンサートがあって、それに、参加することになったので、そこでやる曲、まあ普段ここでやってるのと同じ曲なんですけど、テーマは譜面を見ないことにしていますが、加齢のためですね、どうしても覚えられなくなっていることに気がついています。必ず同じところで間違えるので、見るのを諦め、あ、見ないことを諦めるかどうかを今日決めに来ました。これがね、すっごい誘惑なんですよ、これ。めっちゃ誘惑で、一回見ちゃうと目が離せなくなっちゃうから。よっしゃ。まあまあ見なかったぞっていう、ここを標準にしているところがいつまで経ってもダメだなとは思ってるんですけども、明るい曲をそろそろね。あ、ごめん、これめくっとかなきゃ。はい。街角に僕は一人。
しました。これはかなり問題。